主様、どうかお気を確かに。今回復魔法を使います。すぐに直すからね、騎士君。光の精よ、癒しの輝きを。我らに光の加護を。騎士君、主様。騎士君、君、あなた、あんた死んだら承知しないわよ。弟くん、しっかり。お兄ちゃん、頑張って。どう、ゆいちゃん、あなたの得意な回復魔法で彼は元気になった？キス君、キス君、目を開けてよ。ユイ様、集中を乱してはなりません。まだまだ間に合うはずです。無駄よ無駄。どんなにあなたたちが高度な回復魔法を使ったって、失われた命は戻せない。それがルールよ。私が神としてただ奪い分かち合わないことと同様、それがこの世界の断りなのね。えどんな気分かしら、お姫様。また一つ私に大事なものを奪われて。絶望のあまり聞こえてもいないかしら。どんな恨み事をぶつけてくれるか楽しみだったのに。つまらない。さっきまで私たちを助けてくれてた騎士君からの強化が完全に途切れちゃってる。日和ちゃん、あなたはどう？さっきは私のことも助けたいなんてふざけたこと言ってたけど、彼を奪われた今でも同じことが言えるかしら。私は、でも。耳を貸すんじゃない日和。さっきも今もあいつを倒さなくてはならないことに変わりはない。レイさん、たとえそうだ、彼からの支援がなくなったとしても。あ、けど私の剣はこんなに重かっただろうか。おい、嘘だろお前。まこと、ちゃんと立つさ。香織、お前は平気なのかよ。あいつ、あいつが死んじまって。平気なわけないさ。でも今の私たちは戦いの命の取り合いの真っ最中だよ。泣くのは後にしなくっちゃ、あっという間にやられちゃうさ。ああ、お前の言う通りだよ。くそ。ごめんね弟くん、守ってあげられなくて。ダメなお姉ちゃんでごめんね。だからせめてお兄ちゃんの敵、私たちで撃ちます。あなたたちの実力は相変わらずつまらないままだけど、震える唇、憎悪の歯ぎしり、そして悲しみで濁った瞳と瞳、つまらないなりに
私好みの絵にはなったわよ。さあおいで、この神の手であなたたちも彼と同じ場所に送ってあげるから。主様、ごめんね、ごめんね、騎士君。私の力が足りないせいで。私なんかをかばったりしなければ。私が陛下を止められてたら。レイちゃん、ヒヨリちゃん、このままじゃ二人まで。ごめんね、騎士君、すぐ戻るから。皆様必死に戦っておられますが、しかしカイザーインサイトに主様のお力抜きでは。一人また一人、深手を負って倒れていく。中にはもう自力では立てない方もおられるでしょう。私はなんと無力なのですか。皆様をお助けする力がないのはもちろん、主様を最後までお導きすることさえも。主様、主様、主様、どうしてお目覚めになっていただけないのですか。私、主様を困らせるようなことをしてしまったでしょうか。こんなところでお別れなんて私は嫌です。どこまでもお供させていただくと約束したではありませんか。こんなところをガイドの終点にはしたくありません。どうか目を開けてください。いつものように優しく私の頭を撫でてください。それが叶うなら私のすべてをあなた様に差し上げますから。どうか、どうか、主。